鳥肌立ちました。そうなんです。しかもおすごいバーチャルトラベラー33万お買い上げありがとうございます。おー不思議なんだけれど怖い。これおー開いたチカラくん。Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。Today, I am at Microsoft and I'm gonna try the new HoloLens. 今日はマイクロソフトの新しく出たホロレンズの体験をしたいと思います。So excited! 以前はシアトルのマイクロソフトで VR でマインクラフトを体験させていただきましたが、今回またちょっと違う体験で。髪の毛大丈夫？大丈夫です。今回お世話になる高橋さんです。よろしくお願いします。マイクロソフトでホロレンズを担当します。エヴァンジェリスト高橋です。エヴァンジェリストかっこいい。5本の指はこういうふうにまっすぐ伸ばして、はい。で、ブルームなんで花が開くのこう開いてます。おお。あ、スタイリングあるだ。今度はタップしたまんまこのホールとして動かしてみてください。おお。なんで？すごい。おお。For those of you who follow me on Instagram, you guys know that I recently took a trip to Paris. Seems very strange that I'm watching this in thin air, but at the same time, I could get used to this. Seattle. Seattle. 3D オブジェクトもこういう風に自然に置くことができるんですね。本当だ、すごい。それは。だからね、自分のさっきみたいにこうポスターを表示したり大丈夫ですか？はい、青いわけね。そうなんです。移動して、Giant ballerina。やっぱりやりたくない。足元見てください。お、ワンちゃん。チカさんってもう何年かしたらバーチャル Hi guys っていうのが自分のね皆さんの部屋の目の前でみんな旅行行くよみたいな感じで行っちゃうみたいな、もう行っちゃうみたいな、全然可能だと思います。バーチャルトラベラー行けます。 Wouldn't that be cool? A virtual traveler? Just go and show you guys and you get to experience it like this. That'd be amazing. 欲しくなりますよ。でしょうでしょう、じゃあですね、あっちを見てみてください。お、見えますか？すごい飛行機大きい、はい、機種を変えることができるので、じゃあ実際にですね、客席を見に行ってください。そのままこうね、胴体の中に入っていただければ。中に入れるんですか？はい、もうスーッと入っていただけると。おおおおおお、 I'm inside the plane。 Oh, downstairs。 すごい、へえ、階段がある。はい、結構コックピットもしっかりと再現されているので、めちゃくちゃ細かく、このこう飛行機のモデルに加えて周りの風景とかが今度見られるんだと、あ、帰りはこちら側から日の出が見れるんだとか、じゃあ右に座ろうとか。やっぱり男子のこだわりですか、それ。お猿さんがすごいそれ、そうなんですか。僕も必ず窓際の席取るんです。そう。ミクソレリティならではの面白い壁に穴を開けるアプリです。お、開きました。開いた。開きました。空間、なんか外に空間がありません。これこそ飛行機に乗ってるみたいな。ねえねえ、本当に飛行機の窓の感覚に近いですね。へえ、しかも、もうすごい。おお、ね。自分が見てる方向に合わせて風景もちゃんと。おお、look at that。リアル。Oh, that's a little scary。お猿さん、I'm gonna put a hole in Mr. Monkey。おお、開いた。お猿さん、お腹に穴開いちゃったよ。開けるな。Oh my gosh, that's crazy. The possibilities are endless. これがどんどん小さくなったり、そう、してきたら、コンタクトレンズになったり。メガネ、まあせめてメガネぐらい。飛びすぎました。飛びすぎました。マイノリティレポートみたいな。でもね、本当にこれを見ると、なんかあっち側の未来の第一歩な感じしません？すごく。うん、いや本当に。ちょっと大きいけど、同じことができる。うん、しかもこれ、いくらでしたっけ？今は開発者向けが33万3000円。めちゃくちゃ安いですよね。だと思います。単純に値段だけ考えると高いかもしれないけど、うん、できることを考えたら買おうと思えば、まあ、買えなくないそうなんですよ。そうなんですよ。おビジネスローラーブレーディングアスリートコフィーエグザクリーネイティブ
すげえ。ちゃんと発音するとやっぱ落ちるんだ。ホロレンズってまだ残念ながら英語版なんですね。コルタナに例えば何かお願いするときって音声でやるんですけど、全部英語なんですね。右上のリブームもアジャストも英語で操作はできるんですけど、日本人が言っても認識してくれないんです。発音を勉強するためのアプリなんです。ぜひお猿さんにやってもらいたい。お猿さんがイングリッシュバードにチャレンジ。 Just time President あれ Mirror Bluetooth Bluetooth Tired鳥がそろそろ38。ああ、なんか刺激。不思議なのがすごい未来っぽいことなのに、うん、意外と受け入れやすいですよね、うん、自然というか、うん、テッドのあれ見た時にアレックスさんが言ってたのが、もともと私たちは 3D の世界にいるのに、うんうん、この何年間はスマホとか、うん、タブレットとかパソコンとか、うん、もう画面を通して生きてた。 2D のね、そう、画面を通じてコミュニケーションを取ってた、生きてたっていう。これによって私たちが 3D のワールドで再び生きれるみたいなこと言ってて、そう、 そういう考え方があるんだって。すごい、あの考えは斬新っていうでも当たり前なんです。だから僕らは人と人とがコミュニケーションしてる、この間にある空間を通じて新しいコンピューターの技術をこうコミュニケーションに使う、それが今見てるこの世界なんですね。ミクスルリアリティ、そうですよね。だから自然に感じるんだなと思ったんで、うん、そうなんです。ちょっと鳥肌立ちました。そうなんです。デコードというマイクロソフトが主催されているイベントが、うん、エンジニア向けのイベントですね、あの今月あるんですけれど、そこにアレックス・キッバンがキーノートで登壇します。 The father of the HoloLens is coming to Japan。 あのテッドトークでも出てて私見たんですけど、すごく面白かったのでリンクしておきます。皆さんもぜひチェックしてみてください。そしてそのデコードのイベントに私もちょっとだけあの参加させていただきますので、そこからちょっとライブ配信もします。それのリンクとか日付とかも全て概要欄に記載しておきますので、それもぜひチェックしてください。 It's gonna be an incredible event. I'm really excited. 未来感あふれる告知でね。普通にこれかけて編集し始めそう。画面が大きいから見やすいし、全然テレビ見てるよ。テレビ33万ぐらいじゃん。そう、ね、ね、大きいテレビも60万とかじゃないですもんね。てかテレビ高くない？